新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中、政府は専門家らによる分科会を開き、緊急事態宣言の対象に7府県を追加し、期間も延長することなどを諮問しました。混雑した場所などへの外出機会の半減、これを強力に呼びかけていきたいと考えております。政府は緊急事態宣言の対象に、茨城、栃木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡の7府県を追加する方針です。また、まん延防止等重点措置の対象地域に、宮城、山梨、富山、岐阜、三重、岡山、広島、香川、愛媛、鹿児島の10県を加えます。いずれも期間は20日から来月12日までで、東京や大阪などにすでに出している緊急事態宣言や、北海道、愛知などのまん延防止措置も合わせて延長します。また、多くの感染者が出ている百貨店の地下食品売り場などには、入場制限の要請をする方針です。専門家らの了承を得て、政府は夕方正式決定する予定です。